プレイステーションは日本のソニー傘下のソニーインタラクティブエンタテインメントにより開発、発売されている家庭用ゲーム機及びサービスのブランド名、トレードマークである。PS、また日本ではプレステなどとも略される。初代プレイステーションの起動画面や本体にも描かれている4色カラーの PS ファミリーマーク、P と奥行きのある S で構成。 プレイステーションのコントローラーに使われているは同ブランドのトレードマークとしても使用される。プレイステーションにまで使われていたロゴマーク。元ロゴと比べて A が各自体に近く字の間隔も空いている。第1期種目として1994年12月3日に発売された初代プレイステーションは全世界で約1億200万台が売り上げられる大ヒットとなった。 その後も後継機や携帯機などが発売されている。なお、同社はプレイステーションに関してゲーム機という用語を使用せず、ゲームも含めた様々なサービスを提供するコンピュータエンターテインメントシステムという表現を使用している。また、プレイステーション発足当時から関わっている吉田周平は2014年以降、プレイステーションを従来のハードごとではなく、 プレイステーション全体が一つのプラットフォームであるという考え方にシフトしていくことを表明している。以下、特筆がない場合は日本国内の日付を記す。プレイステーションシリーズの発売日は日付の数字並びや歴中の対案を重視する傾向にあり PS5 以外はすべて週末の発売となっている。このほか以下の周辺機器や薄型、改良機、 島行き等も対案に発売されている。以下、日本国内でこれまでにテレビ CM や会員サービス、プレイステーションクラブ、オンライン配信サービスなどで使用されたプレイステーションの主なマスコットキャラクターである。特に初代プレイステーションの頃には販売戦略としてキャラクターが多用されていた。ありがとうございます。